ません、許可をいただいてるんで、許可もらってます、許可もらってますって、許可もらってます。うわ、危ない危ない危ない、びっくりした、ご苦労さんです、許可もらってますんで、はい、許可もらってるんで、通行させてもらいます。はいはい、そんじゃね、チャッチャチャってやっていこうと思うんですが、俺思ったんですよ、鍵ないから、このイグニッションのやつと、あとこの燃料のね、キャップね、購入したんですけど、これよく考えたら、これドアの鍵どうしようかなっていうドアの鍵閉めらんなかったらダメよね、うん、もうやるっきゃないか、まあ、この方のまあ、こういう設備っていうのはそんなに、ね、複雑なものじゃないんですけど、まあちょっと防犯上の観点からですね、ちょっとあのイグニッションの効果の全部はちょっと上げないんですけど、あえて動画ではちょっとね、このワクワク感をね、まあね、とりあえず動かさないといけないんで、あのキーを交換してで動かせる状態にして、でまたね、改めてね、鍵屋さんに鍵作ってもらうっていうね、ちょっと二度手間感がちょっとありますけどね、まず動かさないことにはちょっと話にならないんで、これでちょっとね、復活させていきたいと思います、現役バリバリに。すごいですね、なんか車上荒らししてる感がすごいんですけどね、こんな時間にね。このトラックも現役引退したっていうことでですね、このトラックにセカンドライフをですね、体験させてあげたいなと思うので、これハンドル外さなきゃいけないのかな、これ。そんなことないよね、挟めないの、挟むのないや、これ古すぎて、レトロすぎて、ここ挟むとこねえや、これこうでいいか、ちょっと上だな、コンソール部分とかも変えたいんで、まあ多少傷ついてもいいかなって感じで、ちょっとね、思い切って作業ができるんで、やっぱこういう型のやつはちょっと、ね、やりやすいですね、比較的仕事が結構、これ簡単にカプラーでつながってるだけだから、意外と簡単にいけそうなんですが、問題はこのネジをね、外すのにちょっとどうやって外そうかな、またね、ちょっと明るい時間にやればいいのにって話ですけどね、やっぱこういうの好きだとね、あの物が入ったらすぐやりたくなっちゃうんですよ、昔ね、こういうのをいじくった時は大体ね、仕事終わって夜とか、こう夜8時からもう11時とか深夜とか、そのぐらいまでずっといじくってたりとかしたんですけど、やっぱ懐かしいですね、今車いじりをね、もうここ数年やめてたんで、やっぱり趣味がないとね、おっさんになっちゃいますよ。うわ、手袋持ってくればよかったな。砂がすごいですね。もう手が入りづらいからカプラがつかない、なかなか。おお、ないないない。ちょっと待って。まだキーさしてる間にカプラ入れたらラジオ入った。何これ？怖い。じゃあさて一応ですね、新しいイグニッションキーは取り付け完了しました。それでちょっとかけてみたいと思いますね。3、2、1、イグニッション。バッテがバッテ。ノーバッテだよ。ノーバッテやん。そっか。やっぱね、放置してるとノーバッテになっちゃうんですね。かかるかな。さあ、ちょっとこれをつくだけの体力が残ってるんでしょうかね。さあ、現役復活の時ですよ。セカンドライフ、イグニッション。ダメですね。バッテがね。ノーバッテ。バッテリーがないっす。ああ、ノーバッテか。何回もついつい試しちゃうね。次はかかるんじゃないかみたいなね。ダメですね。でもまあ、このイグニッションキーで配線がうまくですね、接続できたっていうことでちょっと希望は見えたんで、まあね、こういうコツコツ。まあこういう古い車を蘇らせるのはちょっと難儀した方が面白いかなって個人的には思うので、まあコツコツですね、やっていきたいと思いますね。案外ちゃっちゃって終わっちゃいましたけどね。まあ、あとは、ね、エンジンがかかってくれればよかったかなと思うんですけどね。ちょっとダンプブーンって上げてみたかったなっていうのもあるんですけど、まあ楽しみは後に取っていった方がいいかなと思うので、まあこれでインパネ組んで、またね、
次にちょっとね、毎回毎回そうなんですけどね、今日雨降ってきちゃったんですよね、これ。だからちょっとね、車の外からこうしゃがんでいじりづらいんで、またこのままイグニッションキーを組み直しちゃってね、まあとりあえずここから動かせないとっていう感じなんで、後付けのイグニッションキーでまずエンジンを起こしてからですね、ゆくゆくはまたこのねボディの鍵ですね、ここからまた型取ってもらって作ってもらって、またイグニッションキー戻して、ね、なんか給油口もね、せっかくこれあるんですけど、ここにこれもですね、多分使うことはないかもしれないですね。ちょっと微妙なとこなんですけど、それだけをこの辺で終了したいと思います。ちょっと時間かかるかもしれないですけどね、アートアップもご期待ください。それでは